レースチャレンジアンダーグラウンド、いいコース名だね。いや、こういうコース期待してた。僕めっちゃ期待してました。みんな緑入った。あ、かわいそうに。これ僕勝ったでしょ。絶対勝ったよねこれ。あ、こっちもしかしたら来るかな。みんな向こう行ってるね。こっち来なければいいけどね。よし、それじゃあどんどん踏んでいこうか。いや、これ勝ちでしょ。あ、うわ、マリオ来た。マジかよ。ちょい、マリオこっち来んで。いや、マジでマリオ、ここでお前か。マジかよ、こんなところで。リンク、多分上にね、行かなきゃいけないと。あ、なるへそ。ひどいひどい。待って、みんな、マジかよ。よし、追いついた。やっと追いついた。いや、許さない。誰だったっけ、僕を倒したやつ。まあ誰でもいいんですけど。いや、こっち来るしかないよ、キノピコね。みんな、もうこっち来るしかないから、もう取られる覚悟で。もう来るしかないから。いや、逆に助けてあげようかね。あの、キノピコが行きやすいようにしよう。キノピコ早く来るな、早く。いや、ヒップドロップはずる。うっそ。ああ、お、なんか新しく見る感じのステージだね。結構上り坂になってんな。うわ。アイテム取っていこう。よし。うわ、アイテムじゃねえ。マジかよ、ここでアイテムか。またルイージやられたね。いや、キノピオ正解だと思うよ。多分ここね、アイテム必要だと思うね。マリオは、マリオはいないのか。まだ先かな。うわ、マリオなんか先行ってるっぽい。逆か、マリオまだ来てないのか。それとも、いや、熱い熱い。キノピオ後ろから来てるね。あ、どうしよう、これ一回中間ポイント取っておこうか。よし、で、キノピオ倒してもらって、で、このまま走っていく。よし、オッケーオッケーオッケー。よし、一人で行きます。これで、ね、ゴールではないな。マジかよ。これでも取っていく。よし、キノピオ、そこでアイテム取るのは、いや、多分正解だと思うけど、僕の方が早かったね。いや、まだあんの、長い長い、マジ長いから。うっそ、ここでやられるのは嫌だ嫌だ嫌だ。マジかよ。もうちょっとじゃない、ゴール。なんかやられた声したけど、うわーとか言わなかった今、キノピオ。やられてないのか。いや、まだいける。よし、もうちょっと。うわ、まだあるのか。うおっと、よし、ここで取っていって、こうか。くっそ、ショートカットできなかったね。あの、キノピオがやられることを祈ろっか。後ろからね、マリオとルイージも来てるっぽい。今のショートカットすればワンチャンあったな。なるほど、そこで待ってくれてんのね。あ、待って待って待って、いや、ちょっと危ねえ。ベノム、さあ、僕は勝つまでやりたいと思います。みんなアイテム取ってってないね。横取りできなかった。めっちゃ楽しそうなコース。あ、スタートした時からね、思ってるんですけど、すっごい楽しそうなコースだなって。なるほど、これは右に行かなきゃいけないのね。どんどん右に。うわ、さっきこれ自分でね。あ、 P あるね。これ P 踏んでいこうか。で、中間ポイント。で、次は上だね。よし、やった。よし、ここで誰か倒してしまえ。やるね。これは右でいい。ここか、 OK。 そして P ドアがあるね。うわ、危ない危ない。これマジ危ないやつだ。これは P がどっかあるってこと。え、なんもないじゃん。え、なんもないじゃん。左上から行く感じかな。こっちっぽいね。あれ、え、マジでなんもない。ここ、こっちなんもないよみんな。いや、マジでなんもないから、本当になんもないよみんな。僕ね、どっか行ってるって思うでしょ。多分この辺でこうして、あ、ファイヤーか。ファイヤーはいらないな。 P スイッチなんかさっき誰か手に入れてたよね。これだ。さあ、みんなこれですよ。僕いいボランティアしたでしょ。だから、みんな僕にゴールをくれ。これが欲しいんでしょね、みんな。さあ、これ投げてしまう。投げてしまって入れない。ちょっと待て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 。みんな動かないね。マジで今みんな動かなかったね。バカめルイージ、一人で何やってんだ。よし、これはね、最初左にね、鍵があったのはあったんですけどね。これどんどん僕は上に行きたいと思います。
で、このまま左に行ってね、ここが怪しいんですよね。ここめっちゃ怪しくない？ほら、どうなんだろう、ここちょっと渡っていくか。なるほど、これが赤コインを、ピンクコインを取っていかなきゃいけないのね。それじゃどんどん取っていきますか。あと1個っぽいね、ここだと思うんですよね、ここ。よし、手に入った。くらえ、バル攻撃。よし、それじゃあそろそろ攻めますか。この辺で、よし、来た。今の見ましたか、隙をついた感じ。よっしゃ。勝った。え、ルイージは、ルイージ。じゃあスマブラしろよ。これでラストバトルにしたいと思います。ラストにふさわしいコースだね。白ですよ、白。これラストっぽいね。それじゃあどんどん、あれ、これ上かな。あ、上っぽいね。いやー、よかった、アイテム取ってって。よし、ここマジで怖い。アイテムないと僕すっごい不安です。マリオの後でもいいから、このアイテム取っていきましょう。多分ここアイテム取っていかなきゃマジでね、やられそう。よし、そう、こういうのがあるんですよ。マジで危ないね、ここ。さあ、これはドンケツか。マリオ頼んだ、頼む、マリオ倒してくれ。いや、僕も手伝います、僕も手伝います、僕も手伝います。邪魔してる。よし、ここは入る、オッケー。1番かな、1番だ。しかも2番から結構後続遅いね。いや、チャンスですよ、これは。うお、よし、倒さないでいきます。で、ここ、うお、なんだあの弾。いや、これワンチャンあるよ。最後にクッパが出るんだったら、僕はね、まだ勝てるかもしれません。クッパ倒すの時間かかるもんね。スターとかじゃない限りね、めっちゃ時間かかるんですよ。ほら来た、ほら来た。これ右になんかあるの。あー、なるほど、この鍵があるのね。よし、それじゃあ倒せ。さあ誰だ、さあ誰でしょう。僕ではなかった。僕ではない。あー、これは負けたか。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。